今回は私が日々実践しているシャンプーの方法についてご紹介します。入浴する前にまずクッション性の高いパドルブラシでしっかり頭皮をブラッシングしています。こうすることで頭皮の毛穴に詰まったホコリや油汚れが浮いてくるので頭皮や髪の汚れを落としやすくなります。浴室に入ったらシャワーでよく髪を濡らし湯シャンを3分間行います。お湯の温度は38度前後です。ぬるすぎると汚れは落ちず熱すぎると頭皮に必要な皮脂まで洗い流してしまい乾燥しやすくなってしまいます。ただシャワーを当てているだけでは意味がなく頭皮をしっかり濡らす必要があります。このように地肌を露出させてシャワーを直接頭皮に当てることが非常に大事です。シャンプーはしっかり泡立てることが大切なので私はこのように泡立てネットを使います。泡で髪を包み込み髪同士をこすらないように洗うことが大切です。洗うときはこのように頭皮を揉み出すように洗います。頭頂部を洗ってから側頭部、後頭部の順番で洗っていきます。左右の指はクロスするように洗うと汚れを揉み出すことができます。シャンプーを洗い流すときはシャワーヘッドを持ってあらゆる方向からお湯を当てます。すすぎ残しのないようにしっかり洗うことが大切です。これはあまり行っている方はいないと思うのですがシャンプーを洗い流したらコンディショナーをつける前にタオルドライをすることをおすすめします。このように一度水分を取ることでコンディショナーなどの薬剤が浸透しやすくなりサロン帰りのような仕上がりになります。タオルドライ後にコンディショナーやトリートメントをつけたら粗めのコームで溶かします。指だけだとムラができてしまいますがコームを使うと均等に薬剤を行き渡らせることができます。私の場合はこれだけで終わらずさらに目の細かいコームで髪一本一本に薬剤を浸透させるようにしています。コンディショナーを流すときは上を向いてこのように上から下にお湯を流すことが大切です。このように下を向いて行うとコンディショナーの成分が頭頂部に残りやすいのです。毛髪診断士として一般の方の頭皮診断も行っていますが下を向いて流す習慣のある方は頭頂部がベタついていたりすすぎ残しによる炎症を起こしている方も見受けられます。シャンプーとコンディショナーが終わったらタオルドライです。まず大事なのは使うタオルです。私はコットン 100% のタオルを使っています。セミロング以上の人や美髪を目指す方はこのように吸水性の高い繊維の長いタオルを使うことをおすすめします。拭き方ですがタオルを優しく押さえて髪や頭皮の水分を拭き取るようにします。濡れている時の髪はキューティクルがとても壊れやすいのでガシャガシャと擦らないようにしてください。濡れた時ほど丁寧に扱ってあげましょう。この後のドライヤーは短時間で済ませたいので
タオルドライの時、しっかり水分を取っておくことが大切です。最後にドライヤーをかけていきます。かける前に一度粗めのコームで優しく一回溶かします。こうすると髪のうねりがリセットできますし、髪についた成分も落とすことができます。ドライヤーはこのように必ず斜め上から下に向かって風を当てるようにしましょう。下から風を当てると髪が巻き上がって絡まりやすくなりますし、キューティクルに逆らってしまうことになるので仕上がりがパサついてしまいます。またドライヤーは必ず20センチ以上離し、熱を一点に集中させないようドライヤーの首を振りながら当てることが大切です。頭皮もこのようにしっかり乾かしましょう。ある程度乾いてきたら最後に冷風で仕上げます。キューティクルがピタッと閉じて引き締まるのでツヤが出て髪が滑らかに仕上がります。シャンプーの仕方や髪の乾かし方を変えるだけで髪の状態は変わってきます。今回ご紹介したシャンプー法をぜひ参考にしてみてください。